トーナメント式にして2対1対1の戦いをね、2ピンの顔のところとかがね、あの俺らの顔にペーンとりあえず、まず最初は、リフテントネルさんで対決をして、じいさんとハコさんで対決して、で1番で勝ったシード権を持ってるミキはボスとして、はい、じゃんけんで勝ちました。はい、まあ、ということで、じゃあリフテンです。君のターンだから合わしちゃおうねー。そい、どうしよう。はい、あー、5が2つあるね。どれをキープするか、いや、わかんないわかんない、どうしよう、なんもわかんない。キープしないとかない5、5、あ、5、あ、振り直す、それは振り直してそのままいけるけど、ここだったら5を2つ、あ、やべ、おちょ、オッケー、そういう感じになっちゃう、いや、あ、戻ることができる、振り直した、振り直した、まあ、いや、全部振り直した、3が3つ、さっきのあれだと3キープして、で振り直す、分かんないから、はい、これ12ターンもやるの、そうだね、さあどれをやるか分かんねえ、多分ね、どれチョイスは取っといた方がいいかもしれん、チョイス、チョイスは全部の合計まで、ああそっか、高い点、あの高い、6665とかの方がだったら得点高いよねってなるから、そうです、じゃあ分からんかむずいな、あー、え、5単品狙いですか、5単品狙いですか、あ、違う3でございます。ダメか、これね、このゲーム静かになるよ、虚無だよ、そう、え、このゲームだいぶ虚無だよ、あ、うわ、ビーストレート一発、ビーストだから、これで左に行くと役選ん、そうで、下の光ってこれを選ぶ、そう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 、それポイント、すげえ一発やるぞ、あ、色々よく分かってた、なるほどね、要は役を出せばいいんだよ、テリア3355純粋に俺運が良かったな。フルハウス取ってない。おかしなことしちゃった。なあ、頑張れ。いけ。33556？買わなかった。33355か33555だったら、うん、あのフルハウスって言ってもらうし。知らなきゃ分かんない。233。まあ出てきてくれるから。そうそうそう。役ができそうだったらこれがあるよってなんか。4一点狙い。4一点狙いですか。惜しい、今の今のめちゃくちゃ惜しいな、あ、今キュッてなったわ、どっかがこれが5か、かな、うん、うわー、早いかったな、サイコロが今めちゃくちゃだったぞ、バーソン1 15、うん、おお、ストレートって何？あの4つつながった。あ、そういうことね。3456。レゴがなかったストレートが B ストレート。はい、いや、マジ？ま、嘘だろ、これか。これでしょ？そう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 。やばい。4と何でも。4とは。4と何でも。何でも。全部揃えばいい。全部揃えばいい。うん。全部が揃えになればいい。どんな数字でも大丈夫らしいからね。1、2、3。悩みますね。パーソン4負けました。5、出るんだ、いやいや、惜しくいった、何も揃わなかった、くそ、おい、おかしいでしょ君。俺も怖いわ。まあ、数字が叩けばスルハウスとかの出目でもあれがちょっと高くなるから。振り直しも一応あり、まあ、でも単性なんだもんねこれね。そうだね。そこで決めれるかどうかもわからないからっていう怖さが。お、フルハウス。8点のフルハウスってなんやねん。まあいいんじゃない。その言葉が出てきた。みんな知ってるからわかるけど、全然知らないからわかんない。気
試合でなんとかする。俺もやれば分かってくるけど。やればお、すごい。これ4ダイスも狙えなくもない。頑張れば。44キースで3振り直してやるか。結局全部6で揃えたいな。全部同じ数字にしよう。44にしよう。サイコロの上で転がったわ。すごいすごいサイコロの振られ方が。なんやねん。フォーかチェイスか。チェイスはもうしてるからね。さあ。うん。おー。四五六。五五。六六六六。五五六六。あぶねえ、フォーがまだ残ってるね。違う違う、そうじゃないか、すごいな。えい、もうおおおおびっくりしたは全部振り直してやろうかな、一回。いいんじゃない。全振り直しても全然ありだね。おっ、おっ、あ4-4 3-3-3、うん、直し。あ、でもトレイのところが、うん、そうだ、トレイが9点。マジ100いった。それは使えない。へい、アクション。そうね、そん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 、うわ、これはね、全部振り直すんですよ。そんそんそん、2-2-3-5-6、全部振り直すんですよ。うわ沼。うおお、6で18点。チョイスで26点。ここはチョイス。チョイスは ?1、2、3、5。結構です。はい、あストレートストレート。もう出てる気持ちがいいね、逆に。すげえな、でも。1、2、まあ、エースかデュースかですね。いや、ヨットを出せばまだ勝てる。うわぁ、いえ、ストライト。お、同じ32。アンパイア。お、お、ここで逆転。逆転。逆転。やが、チョイスがでかいね。デュース狙いが。狙いが。なんで5が来んねん、今。帰れ。あ、惜しいやん。ダメだこりゃ。いや、よっと閉じるかどうかだよな。てやっさい。お、ん、うん、悩む。ここをキープ。うん、うん、うん、お、あ、おー、ギュースで6点。あ、ちょっと勝ってる。すげえ地味な差が。6-4ダイス、ヨット。なんでストレート出すの君。残ってない。なんかくれよ。え、6が出ないね、リプテン。6が、さっきは、さっきは結構6出てたわよ、ね。あ、お、へへい、ごめん。6、今更来られても。これはひどいな。出たね、なるほど。なんかやっとルールをちゃんとつかめた感じがする。しんどいね。しんどい。むずいわこれ。サイトもあと4ダイスと4と4ダイスが4つ同じやつ。そうだね。うん、ゼロでも、あ、ゼロ。よし、うっせぇな。4ダイスだよ、と2択。おお、お、4ダイスいける可能性があるぞ。ワンチャンいきますよ。2-2-2。おほい。で、しかもヨットの可能性も全然ある。そう。お、よっしゃ。あともう一回。ダイスは失礼しました。まあこれはフォーダイス。ヨットも狙えるよ。一応振り直した方がいい。振り直した方がいいと思う。ヨットっと。おっとっと。ああ。誰だてめえ。フォーダイスだね。よし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 。ここでフォーダイス。出ない可能性もあるからね。うるせえ、ヨット出せばいいんだ。バスン。さあどうする。どっち。
さあどうする？どっち？振り足も。お一狙いで。来てますね。地道にボーダーレスが近い。はいはい。あと2個。そこで2でした。勝つにはここ狙って。ヨットで。勝つにはそこしかねえ。これでもうヨット出されたら負けよ。おーえー、と6機あと6を2個出せば終わる。来るか。うわ惜しい今の6だよ合計でね。合計だし。ああーよしよしってフルハウスなんだよな。関係ないね。フルハウス。フルハウス。ここでねヨット出せばヒーローっすよ。無理ですよ。でもいけるかもしれない。でも本当ださっき俺フルハウスだったんだ。本当にね。うわあ今弾き飛んだね6が。弾かず。ここで6をな。おお。ああ。3つでした。あとねギリギリ勝った。くそが。うん。うほ。頭つかねえ。わけわからなくなるね。ルール分かってやっと分かった。で次勝った人が俺と対決して最後に勝った。俺はこうすんの。で、もう一回、はい、なるほど、そういうのか。おお。ちゃんと順位決めるか。最下位決定戦もうしよう。もうやろう。うわ俺はかけるんだ。いけ来ない。あこれだと取るチョイスか、フォーか。4に入れよう。こうって4つ揃うんじゃない。あの、違う、4レベルの 4, 4, そう、レベルの4が何個か。上のやつは1、2、3、4。チョイスはチョイスはその数字の全合計。なるほど。ストレート早い。フォーストライト。フォーストレートだって4つがつながった目。進行をキープして、あキープしなかった。男らしくやり直し。あでもこれで、あ全てを振り直す。なんだこの人。怖い。奇妙。おすげえ、全く同じ4が出てる。それがよいしょ。あそんおー14455。遊びたいぜ。これどう見ても賭け事だよ。あそうだった。賭け事ゲーだよこれ。うれなんで回れよ回れよ。よっよっしゅーいただけたぜ。私は入れるぜ。もうちょい高い目、高い目だけど、ほら、ハコさん何をすればいいって。あのさ、4を入れたら4を入れられたの同じ。怖すぎだろ、こいつ。2、2、3、3。まあ、フルハウス狙えるね。フルハウス狙えるね。6に飛ばせば、確かに。2233すごいよ。さっきさ S ストレート出したのにさ消してさ2回振り直してる。なんで？わかんない。奇妙だよね。奇妙だよね。奇妙だよね。もうちょっとあの高い点が取れるかな。あその場合は多分、ああその場合は多分あのストレートだけ残してあの6だけ1個だけ振り直すっていう選択肢あると思う。でさあどうなる。やべえな。1、2、4、4、6。狙ってあげよう。狙ってみようかな。お出ねえわ。うん。一。1点。あれ重ねると悩むんだよね。一の合計って難しい。おすごい。2が3つ。2、3つ。全振り直し？マジ？いや、だって2のやつは奇妙。4、4、5、6。規定列です、ね。あ、間違えた。戻れる。え？戻れる。4、5、6。どうしようかな。
6狙おうかな。6狙うかどうかだよね。6狙おう。分かんないけど6狙ってればいいんでしょ。いやそうじゃなくて役を作るんだよおじいちゃん。いけいけ、あっこない。いや618でもまあ高い。くそ、ボーナスポイント欲しいわ。でもあのね、じいさんさっきからすごいいいの出してるんだけどさ、全部なくしてるんだよね自分で。これいい、全部いい。ね、だったら 3、2つキープしてトレイを狙っていくか。お、あ、3キープかな。4ダイスかヨットも狙える可能性が出てくる。ごめんなさい。まあトレイかな、トレイかな。エースがさ、なかなか点数高くならないから微妙なんだよね。うん、むずいよね。おお、このまま入れよ。30ストレートとね、ヨットはね、確かほとんど数字変わらなかったはずだ。30、15だよね、確か、エースは。おお、だからターンの間に出せればいいねってことか。そう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 、ラストがいいのにな。5もうでも出しちゃってるから。でもこれでもう、あ、あ、入れら、入れれば戻せ戻せ戻せ。5を入れて4ダイスを狙いに行く。4ダイスヨット狙いに行ったらいい。おしちょい、チョイス、チョイスかな、チョイスだね。チョイス入れた方がいいんだね。まあエースを捨てるっていう選択もあったけど、確かに俺は捨てたよ。1だけ。おお、入れとくか。そうやん。はい、これはなんか下の欄が全然来ないね。ね、じいさん消したんだって自分で。66かでいいんじゃない。これ6のフォーダイスとか出てもおー、すごい、いけそうな気もする。これダメでも6に入るからね。そう。おあ、今超惜しかった今。6と18点。じいさんボーナスギリギリ狙えねえわ。なんか、なんだろうな。じいさん、あとフルハウスストレートが下の方を埋めていかないと。お、3個。この4ダイスはさ、合計点、合計点だよね、うん、うわ、2だったらデュース狙い、いや、デュース狙いかな。2よし、おお、4ダイス、4ダイス狙うかデュースいくか。いや、デュースでいいでしょう、はい、空気は読まない1。あ、4ダイスってあの合計点になるからあれなんだ、一応そのプラス1もされるんだ。あー、そうなんだ。でも8点はでかいんじゃない。8点と9点フォーダイス、9と8点はでかい。おおおおおお、この一応狙うか。下のやつは何が、フルハウスが2個と同じ数字と3つの同じ数字だから11122とか。今だったら1166で2つ揃ってるから1か6どっちかが出ればフルハウスにはなる。できれば6がいい。3です。滑った、ね、そんな私は空気を読めない。最後に1回振れる。6回、うお、跳ねた。ピタッと倒す。うーん、エースかな。よいしょ、そして0点。そうか、ボーナスとかあるんだ。なんかラップルールつかめるとこのゲームめちゃくちゃ面白いな。面白いけどめちゃくちゃ腹立つんだよね。わかる、なんでやって腹立つのってやつですよ。ゲームだからさ、不正も癖もないからさ、あーマジか、ここで重なったら今、ここでまさかの446、5なし。ストレート狙いも大事だよね、そしたら逆にね。いや、ストレートも出し切っちゃってるから、まだチョイスで高得点狙うか。なんで下がったー、出し切ってるのか。あー下がったな、まあいいや、チョイス。くそ、もうちょい高い目出るかなと思ったのに、そう、4から2になったんだけど。おー、高っ。5、5、5、
ゴーゴーキープで4ダイスヨット狙い、これヨット出されたら人に委ねた方がいいよね。これあ上の戻せんの、戻せ上行って、そうで、ね、そこの2つを振り直すかで5を2個出す、5を2個出したら怖いな、ヨットだ、怖い、惜しい、怖いわ。さあどうなる、さっきと同じだ、ダメですね、どこを消すかだね。まあ一番のあれはヨットが一番当たりづらいからヨット消すのでもいいと思うし、ワンチャン狙ってヨットを残すっていう、ヨット残すヨット出したらかっこいいな、これヨット出したらいいな。いやでも今さ倍差つけられてるんだよ、全部6のヨットだぞ。どうしよう、もう狙うか、出ねえな、すげえ、ギャトロボン4が3つ出た、もう入れよう、4ダイス、うわー、だったら6引き出せばよかったのか。いやでもどうなんだ、もう5に入れるもうねえ、しょうがないよね、じゃあキックしたやつもあの後から戻せるし、うん、このゲームマジでね、おうまっ、おこれでもフルハウスとか狙った方がいいよね、うん、そういうこと、2か6、2か6、できれば6、1、イカロス、おー、来た、フルハウス、22点、素晴らしい、下のランが埋まるっていいな、でもこれで間違えるはずだよ、ストレートに押すんじゃねえかとかちょっと危ないなと思った , 笑っちゃうよ、危ないって S ストレートは何だ、ストレートが階段状、すだろ、すげえな、4つの腐れ1、2、3、4、2、3、4、5、きた、3、4、5、トレイ、いやーボーナスいかなかった、バス1、1、2、微妙、いいね、手の人男気が強すぎる、じいさん潔いぜ、これは気に食わなかったら消していく、これは俺はもう、うん、ビースト来るか、おお、ビーストが30入るよ、30入るよ、下それ、うん、1、2、3、4、5って5つが繋がったね、あやばい抜かれる、ヨット出したら死ぬよ、ヨット出したら殺されるよ、さんがヨット出す、どうしよう、フォーダイスとヨットだけで賭けだからどうするか、3ねえ見どころ3、じいさんのあの恐ろしい運動、もう3でいくか、ちゃんとアロさんの賭け運がうまいか、なあ、すいません、ねえボロン、くそストライカをどうして、まだもう一旦、いや、ヨットは捨てようこれでやって、これじいさんにストレートとか出されたらやべえぞ、ストレート4つ揃って、数字が4つつながってる、だったら234だから234はつながってるから5まで、であと5か1、1か5が出ると S ストレート出たよ、出たよ、で、S ストレートにあ、もう一回振ってもいいと思うよ、振ってもいい、うん、これでも一応変わんないんじゃない、変わんない、1 S ストレートで、S ストレートに入れる、負ける、えマジ負けるマジ確実に勝つかと思ってたんだよ、アコさんがこんな展開が、まだ4ダイスがあるから、そうだね、まだまだある、そうなるから、アコさんの抑えの一球、おあるよ、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 1が出ればアコさんの勝ち、でも次のターンにこいつがヨットを出す可能性を否定できない、確かに怖いな、おお壮大す、しかも6が出たから、はい、プラス6点入ってねえ強い、あとの勝ち目はあとヨットを出すことしかないです、これでヨット出たらマジエンタメですよ、エンタメですよ、どっちだ、1の2どっちを残すか、おもかしエンタメ、エンタメ、う
666まさかの66が来た。さあエンタメなるか。エンタメならず。おお惜しい。ボーダイスが空いてれば。うわ惜しい。今の惜しいな。これあれじゃん、あのどこゼロにしたかで勝ったじゃん。そうだね、じいさんヨットゼロにしてれば勝ってた。そうだ、ヨットゼロにしてればヨットもギリだったもんね今ね。次の対戦リフテン対サオダン。えじゃんけんの兄弟対決が始まります。よし、俺はリフテン側に引くで。負けたからな。まあ私は全振り直しでもいいと思っていますよ。間違ってんの。悪魔すぎるだろ。これは味方についているのだろうか。いやいや、俺でもあの全振り直し一択で。これめんどくさいな。全振り直し一択で。上に。全振り直しじゃん。よし、もうちょっと全振り直しするわ。男気見せるね。男気っしょ。レッツゴー、イン、カミン。イエー。イエー。は？デュース狙いか。おっと、これは？あ、何やってんだ。これは？危ねえ、怖え。全振り直し。一二。どういうこと？どういうこと？三四が間にないからあれ。どういうこと？抜いた方がいい。どういうこと？で22キープで56外しでデュースのゾロ目狙いか。呪文言われてるみたいでしょ。いや考える暇なく喋られるからちょっと待って。よく分かんなきゃ。ちょよく分かんなかったよ。よく分かんなかったらいいんだよ適当で。あそうクレアスも手だよ。そうそうそう。俺それでさっき5点で勝ったらね。5点しか分かんなかった。振り直すよ。この先。ああ。ストレート出たわ。いや分からんっていう。計算集もストレートでいいや。振り直し、それはあの点数変わんないんだよね。ストレートは、ね。エストレート。おお。5。すごいな。いや兄弟感をね出さなくていいんだよこれ。3。ここで箱さん。急な兄弟感。おこれはフルハウス狙いでいいのか。フルハウス狙いますね。ますね。一号どっちか。ボロン。ボロン。転がってないから。六。六。はい。うるさいうるさい。ボロン。はい、からの1。おー、出た。一応ね、このままじゃあ、ゼロよりマシってやつ。上は埋めやすいからね。ね、あとで。いいでしょ。え、お、お、これは22をね、3つで。2を3つでして、あの、ヨット狙って、あいいね、ダメだったらデュースを、あ、高台子になってもデュースにしてって。フルハウスだよ。一押し。俺より一押し。かあこれ。ここいや、ここたくよ。俺は回す。男気いく。男気いくよ。あ出ねえか。まあ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 。ジュース。ジュース6点はまあいいじゃない。三つあればね。そう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 。ああ。もうちょいフルハウスね。55566とかで欲しい。4だけ入れて。お、ボーダイス狙いの。お、ヨット狙いか。おい、誰ててめえ。帰れや。振り回し？振り回し？フルハウスはもう出てるんよな。フルハウスはもう出てるからね。振り回し？いや、このまま。いくぞ。バスン。あ、超ゆっくりになったよ。誰お前。帰れよー。1ですか。いや。お。で、2点。カモン！2狙い。あー、どうしよっかな。まだだって回してももう一回できるからね。外せばいいし。1外して。どっちかにする。こっちにした方が当たる可能性は高い。かそうだね。なんかせっかされてるよ。すごいね、なんかね、焦るんだよね、それ。勘弁。6? 出ない。おっと、割と坊主になる。3。うえい。いやー。3? いや、もったいない。俺とさっきと同じぐらいカスカスの状態になっちゃった。エース逆にエース。あー、でもそれもありだと思うよ。ヨット。ヨット。ヨット絶対出ないから、ヨット。絶対ヨットなんか出ないから。ヨットワンチャンあるって。ヨット捨てろよ。ヨット出せよ。え、でも、ビースト狙い？ビーストだったら、あと4号だね。確定的。
く一応このまま確率低くないでしょ、結構あるよ。バスン、お、5出たね。なんかこれで何、なんかあと4出ればいい。5キープで 4出れば一応ストレート出るけど、出なかった時が悲惨だよね。でも突ったってもうそうするしかないもんね。もうこのあの 1,2,3 をもうキープした時点でもうそれ狙いで、ね、ストライヤーゲーム。私の人生はこれからだ。どうだろう、私は最強じゃん。いいんですよ、俺と間違えて言った、間違えて言った。やらかした日には私も飛び降りるわ。ミストライク、はぁ、人が苦労して出したことを何一発で出してんだ。君が出すとさ、君が出すとさ、なんか絶対出せない。そうだね、補正かかるから。これもフルハウス出したけど、ここで強だよね。発揮しなくていいんだよ。血のつながりが強いもんな。3-3残しでトレイを埋めに行くか、トレイ狙いの砲台スヨット狙いに流れる可能性もあるから全部を振り直すっていう選択肢もあるよ。悪魔のささやきがすごい先から振り直しあり。あ、こうしていいかな、どれ、あとで何ですか。それ今何の役にもならない。お黙らしちゃい。ストレートフルハウスも終わってるからね。一応話は何もならんのじゃ。上を見る、まあ後から取れるから、後から取れるからいいんじゃない。別にいい、とりあえず後で考えても振るともう取れないんじゃない。いや取れるよ、取れる、取れるんだ。後からは後から取れるか、だからいいでしょ。別に構わんねえ、ね、構わないよ。俺は全方向から叩かれたんだけど一緒多分ね。SNS みたいな怖さ。どういう意図が、振るがあれだけど多いね。でそれキープして上のやつ戻してって、3だけで3をキープしていいんじゃないかな。すごい、1個だけ振って3出すってすごい、ね、おー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 おお、私はプロや。4ダイス狙うか、トレイ入れるか。いやートレイは、トレイ、いやあれ、4ダイスも俺のやり方に文句をつけるんじゃねえ。僕は別に文句言ったわけじゃない。私は脳筋なんだ、しょうがないだろ。考えるな、感じる。そうだよ、もうその人の人に好きにやればいいって思ってるから。私はそういう人なんだ。ボードゲームを世の中やってきてないんだから。フルハウス、僕17点のフルハウスですよ。ちょっと知ったこっちゃない。よし、1点勝ってる、1点勝ってる。どうにかして私はボーナスを欲しいところだ。ボーナスもないんだよ。合計値が、上の合計値が63点以上になれば取れる。だからバカほどシビアだよ。だからあれだよ、6のヨット出して6に出ればいい。そうだね、それはダメだこれ、ダメだこれ。35点入るでしょ、だってボーナスがでかいから。もうこうすればもう俺なんかヨットなんてもうほんとただの何も考えちゃいないから。あー、3は入ってるんだ。振り直し、振り直し、一応6の方しといて。悪魔のささやきがえぐい。チョイスも考えたら3はもうでもトレイも埋まっちゃってんだよ。4ダイスワンチャン、4ダイス、こうするか、逆に4ダイス狙い、無理だったらエースに突っ込む。なあ、ダメだったね。エース0。エースに対してのね、優しさのなさ。スライス。おーおー、やば。あはは。さあここ。あー惜しい。アパワンボール。アパホテル。一。フルハウス。バック。6。いやでもいいんじゃない。いいじゃん。あれがね、5と55とかだったらチェイスに入れてもね、よかったんだけど。チェイスはそろそろ圧力かけたいな。そうだね。高い数字で。うわ、だる。私ね、昨日0時過ぎに寝てね、6時50分に動いたからね、ちょっとね、フラフラしてるんだね、今。大丈夫、安心しろって。うん、寝てないですかね。6時に寝て7時に起きた。それね、あのね、早いんだけど、仮眠なんだって。夢の中入ってねえんだよ。ねえなぁ。体感5時間くらい寝た感覚あるからね。いや、もうほんと、竹蔵みたいなこと言い始めるの。竹蔵さん30分だから。出るよ。3、よしよしよし、ヨット出んの。せい3。そのすじ半分にできないかな。これボーナスです。そうそうそう、まだまだ OK。 いいでしょう、いいでしょう、気持ちいいでしょう。あ、気持ちよくなってきた。あ、ドキドキする、ドキドキする。
そろそろチョイスも考えないと一番大事なところなのに。でかい数字、でかい数字、数字出た時に出ねえなあ、クソが6がもう3つとか4つ出てきた瞬間にもうチョイスしか考えないから、うわ、引く。よしよしよし、いいぞ。地道に勝ってる。ヨットが出れば勝ち、勝ち高いよ。お、なんだ、喧嘩打ってんのか、俺。5-6キープでもでかいスイートでチェイス狙っていく選択肢。確かに。それは一番大事なのは5。5いいね。5いいね。キープ。5いって、これで。ワンチャン5も、5も。あ、いいね、おいしい。これでチョイスでいいんじゃない、チョイスでいいんじゃない、一緒、一緒。一緒っつってた。もう、ろれつも回らなくなる思いで。おぉ、濃いな、強いな、十分濃いな。でも相手は、はい、フォーダイスも残ってる。あ、狙うか、フォーダイス。立ちは、立ち始めやがった。よっしゃ、フォーダイスの5。フォーダイスは確定。もう一回ワンチャン。21でも、チョイスと変わんないんだ。やった、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 ずっと4が、主張が激しい。やった、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 フォーダイス、フォーダイス、フォーダイス。それでも私は負けてないわ。4ダイスの数字は勝ってる。よー、5、5かな、5が残ってるんじゃない相手。ヨット狙いで5かな、5かな。うん、フルハウス。フルハウス率高いんだよな。5だな、ね、捨てて同じのが出てる。これボーナスいかないよ、いくかな。いや、4が3つ以上出ればいい。よしよしよし、そしたらそっち狙いだな、もうボーナス狙いを考えると1、今このタイミング考えたら1、3つもいらないよね。あ、待った、エース0だもん。狙う、ヨット、マジでいく。ちょっと待って、一応6キープしようか。チェイス、キープ狙いだね。チェイス、チェイス、もう逃げちゃった、もう逃げるじゃない、逃げるんじゃないよ。急に逃走劇始まったら4、4取っとこっかな、3つ回すか、どうするか。いや、いった。なあ、低いな。はい。これ勝てねえな、俺。ヨット出さねえと。これワンチャンさ、次の回さ、ヨットってなく出ない可能性にかけてさ、フォーのところ消さないでさ、ヨット消さって選択肢あるんじゃない？うん。あるわ。それあるわ。4がいっぱい出ればね。はっ、バカにしてんの。4は出ない。フルハウス一歩手前だよ。3の、いや、もういいよね、振り直して。全部振り直していいと思う、振り直していいと思う。バカにしてんのか、貴様。どけ、あれ、どけ、早く。またそれじゃん。4は出ない。もういいわ、これはもう4と捨てるからね。すごいな。おー、あ、でも、あ、でも、8? 8じゃいかない、8じゃいかないから、ヨットいいよ。消して。ヨットなんか出ないから、出ない出ない。これで次のターン、ヨット出た瞬間に終わるけどね、俺。お金あげるわ、じゃあ。136円。お恐怖。もう狙うか、ヨット。5欲しいけど。ヨットなんか出ないじゃないと勝てないには出ませんよ。おお、で、出ませんよ。ヨットなんか出ませんよ。落ち着くんだ。出てるわけないでしょ。出てるわけないでしょ。出てるわけないんだから。目はピン。4!5 倍付け。惜しい。もう帰れ。狙います。いや、まだ、まだ終わってない。まだ体の目。いや、まだやっと死んでない。4はキープ、4はキープ。出ない。出ねえ。4でないと何もできないから。狙いますしかないな。4まで。ない。マジか、嘘だろ。え、嘘きた、これは一気に3つ来い。これは 0点か。あー、ちなみに言うとね、俺多分下をゼロにしてれば勝てた可能性はある。行くぞ。ヨットが出る、ヨットヨットが出れば、はい、君の負け。そうだね、でも5-5だね、まだね。はい、出るわけないんだから。そう簡単にヨットなんか出られちゃ困るよ、こちら。おじいさんみたいになる。もう、ね、電話するよ、この会社に。5、あと1個振り直しが1回ですよ。なんでそんな出ないから、そう簡単に出ないから。そんな振りをしてないで、俺ら何回もそれ振りをしてない。マジ、これはきついね。出たら1人で旅行ってやるよ。ブンブンに行ってやるよ、ブンブン。あー、ダメだね。やっぱ5消さなかったら俺勝ってるわ。本当や。俺もう狙いに行っちゃったよ。勝負なんかしない方がいいんだもんね。
勝者リプテン決勝進出です。納金がかかる。すごい戦いだなこれ。次 1P がネルさんで 2P がジーさん。敗者リプテン。敗者は誰か。早いよ。一発目から来た。あー、そうね、かけよう。そうね、15でやる。うるせえ、帰る。 D も狙えると。はい、まあ、とりあえずエースしトレード下のが早く取れればいい。とりあえずトレード。あ、ストレス結構ない。結構ね、タフだけどね。出目による。え、おえおかしいんだけど。すごいすごいな。4キープ。ちょっとあいつの、あいつのやっぱあのコントローラーだけ癖しない。お、フルハウス。フルハウスはまだ上のフルハウスだけど、4日だから。お、一歩一歩。ここでボートがなんかとか、まあ、まあ、フォーの方に入れるかなって。これそれ何時かな。はりえな、ボートがスピード。え、壊れちゃう。俺と同じじゃな。フォー4。いやー、もう1。あー、66。フランス結構でかい。46かなりでかい。かなりでかい。素晴らしい。チョイスもどのタイミングで入れればいいんだろうな。わかんないよね。いい出目が出たらって感じ。和訳が出てるときは絶対埋めない方がいいんだよ。46確実にフルハウスに入れるべきだよ。やっぱね、でかい数字が結構来たもん。おお、4456。チョイス狙ってもまあいいのかなっていう感じはするけどね。でも早いかな。4562。3狙い51。何でもない。エースエースはもうそういう扱いだよね。あまりにもゴミだったらエースに流し込む。おお、待って、6の4ダイス。これヨット4狙い、4狙える。おお、今、ああちょっと玉ひゅんしました。ちょっと玉ひゅん、玉ひゅんドン。おお、すげえ。これは敗者じゃねえだろ。もう優勝だよ。敗者決定戦。もう俺差がすごいんだけど。もうミキ出ずに優勝でいっちゃった。ミキ一回もゲームしてないじゃないか。俺の出番ないから。だってヨット出しちゃったんだもん。しかも6で。しかも今のすごいよ。ヨットじゃなくて6とかチョイスに入れたら面白かったけど。間違えてダーン。ああ。いや、でもすごかった。でも4と4で1でヨットしても50なんだよね。向こうも4ダイス出しましたけど、どうなってるんですか。これで4出せば、これもしかしていいですね。2か、2出せば。ああ、4出したね。これが4出したから。4、デュースかな。デュースの方が。まあでも、実はボーナス、ここちゃんと取るようにすれば結構でかいんじゃない。なんかすごいんじゃない向こう。相手、デメでかくね。さあ、ここまた6取っといて、6なら全然ありですね。おお、さあ、もうないぜ。マジで言ってんの。出た。え、もさ、最初からネルさんがさ、あの強かっただけじゃん。これ6だし6入れても。あ、でも、まあ、これで4ダイスに27入るよ。でも6入れてもいいしね。あれ、これ優勝でいいんじゃないか。そう、これさ、あれじゃないの、優勝とかあれなしにしてさ、総合得点でさ、対決したらさ、ネルさんに負けるようだって。今大前提4位なわけがないし、5位なわけでもないよって。何言ってんだ、俺今5位だぞ。0点だよ、確かに。4ターンで116ってもうか、きついでしょ。隣の人との差はね。じいさんが2個を出せれば。まだね。対じいさん決戦兵器欲しいな、俺は。可能性ある。おお、フルハウス。でも66。まあでも振り直しできないし、ね、まあフルハウスか6か。そうね、フルハウスか6か、ね、役が埋まらない、埋まってないけど、先役埋める方が優先だから。これもうヨット入れない、ヨット出さないと。ヨット出すかボーナスも取らないとだし、ダブリ多くない。いやでも2、でもこれでデュース狙いで、いいんじゃん。でデュース狙いのボーナス狙いでしょ。あ、いいねー。デュース、デュース、これネルさんここからボーナス狙ってくぞ。やばいね。向こうはどんだけ得点上げられるか。相手に勝てるかじゃなくて、あ、いいね。ゴミつなった。これなんかさ、チョイス狙ってもいい気もするけど、フォーダイスかヨットを狙う。さあ、おお、フォーダイス。これでももう一回振り直せられるから、ヨットもいけるぞ。
じゃあここでどういくか。ねえねえ一番なんかすごい戦いしてる。おおおおおおすげえ間違えてんなとこ押しちゃダメだよ。やったやったやった。なんかあれ急に一番すごい戦いしてない。いやだからこれもう優勝でいいでしょ。あれこれあのカットしてさあの決勝戦にいいんじゃないこれ。あそうだね。いやこれ実況ちゃんと見てみるとあれミキやってなくねって。あれミキどうしたんだ。あれあいつ置いたろって。うわーチョイス狙いだな。お高いなでも。高い24分ですね。ネルさんがちょっと静かになってもう羽根さんが高ダイスストレート B ストレートでそうね B ストレート30もらえるしフルハウスは入れてるからあダメなんだ。いや S だあいやそれでいいよ S 狙うんだったら4 S ストレートも狙うんだったら4 5 そう惜しい、うん、もう一回ダメならエースだ、エース入れたら。そしたらまあどっか適当なところにでも。うわお、わお。エースに入れたかったね。ね。まあトレイかな。ボーナス狙わないだろ。高いんだな。ファイブ、だってほぼ残ってるもんね上。さん強すぎない。強すぎない。急に何があったの。ここから勝ち目あるのかどうか。ボコボコにされてるからね。大丈夫、ここから入れる保険はある。入れる保険あるんですか。ね3を狙うか、ね、ネット保険ならネット保険しかない。え、ここからは間に合う保険があるんですか。どうぞ、5ダメだな。ダメではない。ダメだなって言いながら今までで一番の得点だけど下厚いんだけど、だいぶ下厚みがすごいよ、だいぶ1、2、3、3。いやいやーやー振り直しでもいいとは思う。振り直すか、いちかさんどっちか取っといて。あっ、3、4。いやこれストレート狙いやすいですね。3、4、5キープだと振り直し2、6、2、6。どっちも出るな。おお出た。 B ストレートも出た。 B ストレート出たよ。エッグエッグエッグそれ、追いかけてきて。ちょっと来てるな。来てるな。だって、ビートルート出さないと。まずヨットもだって出してるからね。そうなんだよな。でもこれあれだな。背中見えてんだよな絶対。しつけないでしょ。後ろからサスケ満々出さくて。殺してやろうって今斜めってたよね一個。斜めんの禁止でーす。ズドン。お出るねでもちゃんと。いいよいいよ。いいよいいよ。いやいいっすね。まだあと4ターンあるから。まだ4ターンあるからっていうかまだ4ターンもあるんだよね。3は入れちゃってるから2、3、4キープの S ストレート狙い、うん、あ、間違えた。あ、ババ落ち着いて1、5、1、5。あー、もう一回押してもいいかもね。1、5、1、5。無理ならって感じだな。あ、来た出したね。いいね、S ストレートじいさん下埋まってきた。追いかけてきてるけど超離れててんだよ。結構すごいよ。チョイスの選択肢がじいさんまだあるからね。そこはそうね。そんなに桁数来ないでしょ。エースを狙うのかって感じだ。いいとこを狙えばなんとか B ストレート狙いかな。1エース微妙だなさっきから。急に微妙だね。急に微妙。うわー取れ。いや、いいな。S 捨ては大事だと思う。俺は思うよ。本当になかったら S を捨てるってなるやつ、ね、結局 S ってそんなもんだ。ネルさんが B ストレートまだ出せてないんで。6、6、1。チョイス狙いでもいいと思うんだよね。6残して、6狙いでもチョイス、まあどっちも。チョイスは絶対埋めとかないともったいない。5残し。5キープ。5キープのチョイス狙い。高ダイス。全部そうじゃん。おおチョイスチョイスチョイスかな。勝ってるし、うん、チョイス。やばい、こっちか。やばい。追いかさわる。追い上げがすごいよ。あ、あと10違うのか。なんで。すげえ。そっか、でももうジュース入ってんだもんな。今じゃないよね。帰らせろ帰らせろ、そいつらは。ふぅじいさん、ビーストレート入ってるからね。おお、4めっちゃ出てんじゃん。こう狙いで
いい位置に引っかかったよ。お前ね、じいさんが知見だよな。まだ5も6も残ってるから。大丈夫、出ねって5、6出ねえ、そうだよ、残ってんだよ。ヨット出してんだよな。あ、5残しでいいんじゃない。5残し、気持ち悪いぐらいで気持ち悪いぐらいで今だって今十分でしょ。もう背中触り始めてるもんな。うわ、これ振り直して、振り直して戻っていい。超えられないけど触れられそうになってる。いや同点、同点よ。あー、これは5かな。すごいよ、同点で。同点か。あ、同点じゃないわ。リリースリリース、まだ6の。よかったよ、4ダイスで5だなんて。ネルさんが珍しく B ストレートが出てない。これ何があったんだろう。1回戻って下セーブした。2と2と6、2と6、ここで2と6。もう一回やる、もう一回やる。トロク、これは勝てる気がしてきた。おおおお、何その、何その運。怖っ。間違えてトレー押さなかった。危ねえ危ねえ。はい、もう勝ち。いや、まだある。4ダイスと6の6で出す。いやー、勝ちでしょう。うわ、きれいな。トレート、トレート取ってる。振り直しでいいんじゃないですか。いきます。さらー、今さらフォーダイスがね、時間を出さないと。あら、くあー、でもどれキープしてもだよな。そう、もうそれが6キープしても6狙いのいけフォーダイスでいいんじゃない。そうそうそう。いけフォーダイス。おおお、まあ12。はあ、これでもフォーダイスで高いのが出れば、そう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 、うわ、何やねん。嘘でしょ。何やねん、今いらねえ。すげえな、さっきから3の塊は。あらら、3来ないね。今回ね、今回熱い戦いだったので。熱いね、来ないね、来ないね。3です。君がこれまだまだまだいける、まだいける。4ダイスギリギリいける。あの6の4ダイスを出せば勝てる。あの4ダイス鼻水出ちゃうよ。すげえ、あのエースからのあれ5でもまだいける。5限定ほら一緒。ほんとだ。どこ、え、あの上の合計値51。あ、ほんとだ。すげえ。だから上は同じぐらいだってことなんだね。上の設定の差がすごいね。でも下もほぼだけどね。いいね、6キープ。さあ、ここでここで6を2個出せば、はい、引いてくるか、引いてくるかな。怖えな。何やりかねないの。おー、惜しい。よしだね。すごい大接戦だったな。いや、もう決勝戦だろこれ。決勝戦だろ。一番得点だけ。220だよね。この後の3つ。だってさ、どっちかとやるとさ、確実に持ってかれるんだよね。そうなんだよ、運が強いんだよ。実際あれでしょ、じいさんキラーとねるさんキラーでしょ、ここ。お互いがね、天敵だから。お互いがキラーなんだよ。あ、どうしよう。この、こういう数字が一番もん。もう振り直しにいかないでくれ。振り直そう、やめてくれよ。具合悪くなるって。今度1000だって。お、3、お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 、で、そうね、1号を狙いたい。よし、よし。まあ、とりあえずストレート早めのうちに下埋めたいんだよ、むしろ。そうね、ヨットとかね。そうヨットとかね。いや、ちょっともう次元が違いすぎてさ。ちょっともうプレデターだから。さあ、初参加、ヨットプレデターが初参加のミキ。本当だよね。シード権って言ってるけどさ、あの別にシード権になりたくないで。シード権なら、ね、お、これ狙う。66のコシ。じゃんけん勝っちゃったのがいけない。そうじゃんけん勝ったら暇は暇でしょ。いや、でもあのほとんどミキの意見を聞いてやってるからね。すごかったよね。おお、いやー、すごい。6、1はしょぼすぎる。しょぼすぎる。ストレートと同じで。振り直せよ。どうしたら何よって狙う。エース狙い、エース狙い、エース狙いか。エース狙いってある意味新しいな。フロアースだけど。下がったけど下がってくるはず。カスね、カスね。エースの3はでかい。うん、下を埋めることだけなんだよ。おお、エースの3だ。エース、まあだよね。さすがにね、さすがにね。でもこれでヨット出せばいいだけの話なんだよ。ヨット出せばいいだけの話なんだよ。フォーダイス、いいけどそこフォーダイスでやらんでも。ヨット出なくてもエースに入れればいい。そう痛くも痒くもない。おお、惜しい。上にね、これがあればね、もうね、それ動かしてオッケー。ダメ。あの台をドン、台をドンドン、ダイパンオッケーって言って、やることアウトでくさ。とりあえずエース入った。おお、3いいね。上のボーナス狙ってもいいんだよ、だから。そうなんだよね。ボーナス的には今、いい4位入ったんだよ。ミキは、あれだね。
ダメでもやっぱトレイ入れられるからね。ほい。ああ微妙なラインを走った。フォーに入れてもよかったんだよ。危ねえ。しょっぱすぎるな数字が。お、六六いい。1166フルハウス狙えばいいんじゃないですか。いやもう鼻水出ちゃうよ。15だものそれで。よし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 。フルハウス。悪くはない数字ではあるけどね。いやでもとりあえずこれでいきたい、ね、で6、まあ、最低6 18点獲得できますからね。そうですね、18点いきます、お願いします。いいでしょ、うん、まだいいでしょ、うん、6ありのフルハウスはでかいんだよね。おーい、63つで埋められてるだけマシよ。それです、それ、まあ、こちらの世界へようこそ。まあとりあえず5、1個外して、そうね、 S ストレート残しといて B ストレート狙い。お、今すごいヒヤッとしたもんだね。34したらで、2、3、4、5、1と6、もう1回、もう1回できるから、ね、値段が変わんないのいいよね。はい、そう、いおっと、よし、ビーストライトで、これはなんかあれだね、30点落ち着くね、この試合。あの、これが普通の試合なんだよ。手堅い、手堅い、1、2、3、立点はもう結構上が、上が今高いから上狙ってもいいけどね、うん、全然。3で、3貯めて。お、トレイ。とりあえずトレイを狙えば。おお、しゃべり、おお、4ダイス。ワンモア、ワンモアキ、ワンモアキ。やった、やった、やった、やった。よー、まあ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 、まあ、さっきから、トレイの12も強い。トレイ、よしよしよし。超ギリギリ。ボーナス35が入る可能性が今、もうすごいもの、私。ある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 。そうだよ、もうそうなのよ。起きた、それは入れちゃっていいんじゃない、入れちゃってもいい感じで、まあそうだか、さすがにこれは入れるか。下はやっぱ埋めといた方がいい。もうヨットなんて出ねえと思って、俺だと1、2、3、4でいい。そうだね、そうね、え、うん、え、1入れてもよかったか今。1入れても結局5しか出なくなるから、でも変わらん、入っちゃってるから入れちゃってよくて、これで 5、1点狙いになっちゃう。そうだよね、めんどくさいことになってるよ、ね、それか全部振り直すかね。それか4を2枚残して3枚振り直して 4狙いでいいか、うん、どう、帰れお前ら、ただいま。大丈夫、戻して4入れて、ちょっと気持ち悪い話だったけど、大丈夫、あそこの枠に4が入る。いやちょっと厳しいけどしょうがない。おお、チョイスにしてはやや安いか。いやこれ、いや、それでボーナスが入る。8、そうだね、そっちで42でしょ、あと10、21、5狙いしてよかったんじゃない。ワンチャン出たそうね、ね、まあその時でもちょっと賭けがな怖いね、賭けがでかすぎるんだよ、それを踏み切る勇気私にはございません。それを3、4、5、フルハウスとかフォーダイスとかもやらないと。あーやだ、役が出た、胃が痛くなるよこれ。もう6、おいいね、来ました。まあ16かな、まあ同じぐらいだ、同じだから、よし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 、関係ないね、これがね、今2が5だからね、超でけえフルハウスだった。1、2、3、3、6、また微妙だなバカ野郎。ビーストレートも狙えるは狙える。ちょっと待って、どうしよう。デュース狙いで2だけど。フルハウス。フルハウス。あと3、3埋めて。埋めてやればいいかな。3、3、4、4、4とかが強いね。あ、おめでとう、フルハウス。しょっぽこれはどうしよう、これ。これでも、この先出ないこと考えると、もうここで確定しちゃうのも全然って、うん、まあね、しかもトレー埋まっちゃってるからね、変なことしたら、ボーナスいけなくなるよね、これ、うん、いや、入れちゃうか、フルハウスに。しょうがないね。まあまあまあ、いいんじゃない、しょうがない。で、相手がヨット出すね。俺が立ってるわけがないんだよな。1、2、3、4、5、埋まってるストレート出しちゃったよ、ちょうだいビッてちょうだい、これストレート振り直したら、振り直すか、振り直してデュース狙いか、でもそれでも早すぎるな、難しいね。もう C
結構高めだね。本当にチョイス疲れちゃうよ。狙いでもいける。まずいですよ。もう半分いきました。最初の方に出ちゃえば結構気楽に攻めないと。そうなんだよ、ね。それ狙おうか。首が痛くなってくるよこれ。心も体も首も痛くなってくる。まあまあ。いやピン。まあまあ高いっちゃ高い。低いっちゃ低い。悪かないけど。俺はミキよりチョイス多めにやれ。ちょっと上を狙えるけど。でん。あ五五四五いけたから。ファイブも残ってるからいいね。二と六が出れば。うん。これでよくない？うん。これでいいよ、ね。いいデメだね。ビスレッド。おお、あら立派。そういう、そういうことじゃないんだけどさ。すごい。これで2が、チョイスが上がった。まあ、でもそれでもさ、出なかったらチョイス上がるから。そうだね。いいでしょ。大丈夫でしょ。関係ないでしょ。関係ないで。1。なんとてめえ。チョイスの選択肢みたいなね。いやでもこれビーストレート出ないまま終わったさ、泣くよ。マジかよってなるよ。決勝戦だからこれ。練習で変えてやるよ。さっきのは決勝戦だっつって。順番変えるしかない。時を変えてくれよマジで。六でフォーダイス狙うか。どうしよう。フォーダイスもそうだ。ファイブとフォーが残ってる。そうなんだよね。2も残ってるんだったら先に2を消しに行くのもありなんだな。キープで行くか。ぬんぬん関係ないね。じゃあ、あ、違うわ。トレイはもうやっちゃって、トレイやったわ。フルハウス、うん、あんまりなぁ。うわまあ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 、よかった。でもこれ下手にフルハウスがあれで出ても嫌だもんね。確かに。下が埋まることを考えた。おぉ、3、いいね。いい数字じゃない？4、1点狙いをするか、どっか統合キープの5を狙うか。フォーゴキープのフォーカ、フォーキープにしたいな。フォーカ、フォーダイスでもいい。フォーダイスがあんだ。フォーダイスあった。おーいいね。フルハウス。これはフリンゴーキープで振り直しでしょ。レッツゴー。よし、出た。結構でかい。待って、でもさ、ん？こっちだったらボーナスいくよね。ファイブじゃん。確実に結構。そうだね、そっちの方がいいでしょ。そうだね。あー、俺だ。2が適当に来たってデューンだよ。だから2出た瞬間、あのデューンしてもボーナスじゃん。ボーナス狙いは結構でかかったな。でもね、まだね、これビーストレートも持ってるのよ。あわよくはもうほんと蹴り飛ばすことができるからね。ビーストレートとほぼ同じポイントだから、ね、まあ、そうなんだ。5ビーストレートと5。おお、ね、いいね。やっぱクロートの戦いはあの落ち着いてる。ゆっくりやってるよ。高台数よっと、ああまあまあまあ。15いいんじゃないですか。君は勝てるよ。信じて。ヨットされてる。あいつが、あの人がヨットなんか出さなかったら。いやいや、出ねえ。安心しろって。4。いやー。あの、フォーダイス、フォーダイス狙いで、フォーダイス狙いで、あわよくば2で出てくれれば。そうなんです。2キープで、フォーダイス狙い。それともヨット狙い？ヨット狙い。でも、あれだよね。これで、デュースは潰したくないもん。ポーン！あ、2出た。はい、デュースって言ってる。はい、ボーナス。それでもボーナスっていうか手に入ってるから。プラス35点です。よし。これでビーストレート決めないとそんなに変わらない。そうなんですよ。あの人、フォーダイスとフルハース残ってるから、まだでも言うて。きついな。こっちもフルハース高いデメ狙ってるからね。そう、でも2個分残ってるから、4が残ってるから。で、あら、あの言っても同じ量残ってんだけど。そうなんですよ。でもヨットが出されていいの。私は実家に帰ることになる。実家ここじゃん。で、4も空いてるからね。そうなんだよ。徒歩0分徒歩とかな。フォーダイスの4。どっちを入れるかだよ。あ、そっちに。お、あ、これでボーナス、ボーナス強いな。来ました。ちゃんとボーナスで埋まってんのすごいな。やった、やった、やった。だからなるべくね、下は埋めたくないんで、俺は個人的には。いや、ぶっちゃけ下を先に埋めた方が絶対的に安定はするんだろうけどさ。
1で出したところでなんだよ、なんだろうな、ね、3、4だけ残して振り直す、あ、俺もそう、そう、そうしたいでやんすそうしたいでやんすおぉ2キープ2キープ1号狙い、1号狙い、でもしかも両方出なきゃダメっていう、なかなかシビアな、え、な、む、むずくない？大丈夫、出せる。でもさっきも、さっきまでのさ、勢いだとさ、出てたよね、1号狙いなんだよねって言った瞬間毎回出てるよね、5、6で出るんじゃない、あ、ごめん、俺が変なこと言ったわ、ヨット消そう、そうね、いいんですか、安心安定に行った方がね、ヨットだって次元が違いするんで、君たちはハウスで、あ、出ちゃってる、あん、よっと、よっと、フォーダイス狙い、フォーダイス狙い、はい、いや、俺Bストレート出てないのがきついんだよ、そうね、そい、あ、でっかいフロアス、熱いフロアス、これはちょっと大きな家に住んでらっしゃるよね、彼は、おー、いやでもこれ逃げかもしれんな、結構、うわぁ、また3、4残し、3残してフォーダイスしていい、3、3残して、それしかない、あーまあ、フルハウス、これさ、音するんだけど、ほんとだポコポン、サイコロの音がする、おっ、ありました、おー、ヨット消さなきゃ、あー、やっちゃった、やっぱ出た、見せてクスタンス、ヨットをいいだろうで出すっていうね、やっちったよ、相手がヨットが、これがあるから怖いんだよね、そうね、およっとと思ったらそういえばゼロ、そうだ、ちょっと実家に帰るわ、ここでさっき実家帰るって言ったから、どこで行くえ、マジ気持ち悪い、これでリプテンがビーストレート出せば、そうだね、ビーストレート出さないともう勝てないもんね、そうね、で、ミキはヨットを出さないと、いや、フォーダイス出してるのかな、フォーダイスがあるのかな、あー、どっちを消す、どっちを消す、やっぱそうだよね、狙うよね、ビーストレートを出さないとリプテンは勝てないっていうこの状況下が、3、4、6、3、4じゃない、6はビーストレートあんな、別にさ、ストレートなわけじゃないからさ、変にやんなくても6あってもいいよね、もう、うん、いい気持ち、若干俺もそう思った、うん、したらあと2と5を出せばいいんでしょ、2と5出せるんでしょ、出る出る出る、ヨット出ちゃってるから、出る、出ない出ないやば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 いもうこの行くしかない、引けねえ、いやー乗るしかない、このビッグ、いやーやべー、負けました、やっぱじゃんけんに勝った人は強いよ、ヨット頑張って、ヨット出なかったらネルさんの勝ち、ネルさんの待って、どっちだ、うわー、ヨット埋めんじゃなかったな、いやー、ここの駆け引きがな、そう、大事なんだよね、いやでもあのタイミングだったら俺も多分ギョッと消してる、やばい、もうマジ、ここほんとマジ今年2021年一番悔しいかもしれないもう終わるけど、そろそろ、おーおー、いやー、どうする、さあ、ヨット目を変える、4、4を残して3を捨てる、3でいく、さあ、ヨットが出るのか、ヨットが、うん、出ない、でも、はい、ということで、ミキの勝ち、優勝は、優勝はミキです、喜べねー目の前にバカ叩き出したやついるから喜べねー、一応ヨット出したの、この3人、そう、俺も出した、はい、だから、うん、なんか出したって言いたくないなあれ腹立つね、あれ腹立つよ、俺、出てないしようかな、俺たち出てない、もう罰ゲームレベルだよね、俺のミスいや、あれはしゃない、俺もやってる、絶対やる、はい、ということで、はい、今回の優勝はまずじゃんけんに勝ったミキの勝ちということで、喜んでいいよね、いいでしょう、やったぜ、今回のゲームはヨットやった、いや熱かったな、敗者復活が一番熱かったもの敗者復活見どころちげえ、俺喉痛めたもん、敗者復活というより、はい、敗者決定戦がどっちも敗者とは思えないですけど、ヨットヨットふわふわした気持ちで終わりましたね、じゃあ次回なんか別のゲームでヨット出した敗者陣営がこういうこの人に挑む、あーいや勝てない、俺勝てないと思う、エクストラマッチ、エクストラマッチじゃあとりあえずじゃあまた次回別のゲームでやりましょう、はい、お疲れ様でした、エクストラマッチで取る
とりあえずやりたいって感じ。どうしようかな。俺じゃなくてやりたいと思ったのハムさんの方だと思うよ。一回しかやってないからね。あ、そうだね。あ、まあ一回しかやってない。一回しか。一回しかやってない。俺二回やってる。あ、そう二回やってるわ。この人が一回で、この人が一回で。別になんかある。面白い。あ、間違えた。ごめん、間違えた。やめろ。